こんにちは。ヤスルテブスがチューブの堀川です。市川なぎささんとドリキンさんのね、あの対談動画、もうこれもう10回ぐらい見てます。瀬戸康史さんとドリキンさんに至ってはもう100回ぐらい見てる。もうだいぶセリフのように言えるようになってきただけです。あの1段目と2段目があるんですけど、2つ合わせたら多分僕1人だけで再生回数250回ぐらい上げると思います。石井正則さんと瀬戸康史さんの対談動画もこれも100回ぐらい見てるんで、もうこれもだいぶセリフを言えるようになってきました。ゲートウェイジオと思ってます。今日の紹介はですね、ヘッドホンなんですよ。最近いろんなもの買いすぎてるから本当映画に追われると思うよ。見えそうだね。この商品はあのプロの現場で使うことを目的としているので、あの無償修理ではなく全部有償修理をするよってことを書いてます。プロ仕様のヘッドホンです。 MDR-CD900ST さんです。うわ、かっこいい。これ見える？めちゃかっこよくない？すごいシンプルじゃないですか。ものすごいシンプルでしょ。ヘッドホン似合わな。このヘッドホンはザ・ファースト・テイクって知ってます？リサさん、鬼滅の刃の、鬼滅の刃のリサさんとか、僕が個人的にヒットしたのはデフテック、あとはなんだっけ女王バチみたいな人、あの人すごくないですか。あのザ・ファースト・テイクマジで見た方がいいですよ。あの YouTube チャンネルって本当すごいですよねって言いながら、こう耳がねもうぴったりしてるから、あの自分の声が反響してます。音をそのプロ仕様だって書いてたじゃないですか。だからあの音をね、その生音源のまま届けてくれるというか、なんかその普通の例えばさ、こういう AirPods とか、今出てる AirPods Max だっけ、こういうヘッドホンタイプのやつとか、万人受けするっていうようなヘッドホンっていうのは基本的にあの音が加工された状態で聞けるんですよ。だから音を色付けしてかっこよくして聞けるからかっこいいみたいな、なんて言えばいいのかな、テクノっぽい音楽ってすごい加工してあるような音楽じゃないですか。普通に聴いてる音楽も割と加工してるような音なんですよ。でもあのファーストテイクとかのやつって一発撮りでほとんど多分無加工状態だと思うんですよね。でそのヘッドホンの音で流れてくる、その人、あの人たちが音を取るのがこういうヘッドホンで、じゃあ僕はなんでこのヘッドホンを買ったかっていうと、ただ単にかっこいいからです。で、あの AirPods Max の値段って知ってます？あれ7万ぐらいするんですよ。このヘッドホンはもう1万ちょいぐらいです。1万5000円とかそんなもん。 Amazon のセールで買ったらもっと安かったような気がする。でもその修理が多分無償修理がなくて有償修理になるから、まあそういうところなんだろうね。まあそれでどう判断するかだと思います。実際にこれもう聞いてみて音を流すしかないんで、多分皆さんに聞かせてあげれないんですけども、まあちょっと聞いてみます、試しに。なんか専用のね、こういうのがあるんですよ。なんかこのこれ太い、明らかに太いじゃないですか。だからこういうのなんかこんなんなんか変換ジャックっていうんですけど、これ刺して使うんですよ。だから実際にちょっと音を聞かせてください。ただおじさんが音を聞く動画です。あの繋がってなかった。え、これ何、オーディオフィン、インターフェースって刺したら音繋がるわけじゃないの？あ、そうだ、なんかどっかで撮れてんのかな、もしかして。まあいいや。どこだったっけ。僕、オーディオインターフェースの設定方法がプロ用ヘッドホン使ってオーディオインターフェースの設定方法わかんないんで、オーディオインターフェースで使ったらかっこいいやと思ったから、オーディオインターフェースも用意したんですけど、使い方わかんなかったんで、ちょっと普通にね、聞いてみます、どんな音か。ちょっと待って、自分の思ってたやつとイメージとちょっと違うんだ。YouTube とか見てみよう。
あ、シェーナのタッチアソベビーがある。ちょっとアソベビーの音聞いてみよう。おー、なるほど。はい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 。あー、楽しそう。タッチアソベビー、ワオッチアソベビー、めっちゃ楽しそう。あー、いいな、楽しそう。ワオッチアソベビー、めっちゃ楽しそう。あー、これシェーナに今度買ってやろう。なるほどなるほど。このすごい、なんかもうね、撮った瞬間にね、開放感がすごい。普通に街を歩いてて使うようなヘッドホンでは、それはまず、あ、それは違うよねっていう感じの音でした。なんて言えばいいんだ。普通の例えば曲とかだったら、歌手の声とかが強めに、普通に例えばさ、フラットな状態で聞いてても歌手の声が強めに聞こえてきたりするっていうイメージ、わかりますかね。それが全部フラットみたいな、もう人の声も音楽も全部同じで聞こえるみたいな。だから別に音がいいとか悪いとかそういうレベルの話ではなくて、単純に音がゼーって均等に聞こえるよっていう感じのヘッドホンでした。普通に日常で使う分にはそんなにおすすめしません。ただ僕はこう、なんか今さ、ちょっとカッコつけて動画の編集とかするときにこのヘッドホンつけてたら、あの、ちょっとかっこいいじゃないですか。これをつけた人に聞いてみた、見る話は、聞く話は、耳が全然疲れないっていう話でした。なので普通に例えば動画編集とかする分にはすごいいいかもしれないですね。全部の音フラットで聞けるって結構大事だと思うんで、だから全フラットで聞ける動画編集とかしやすいなって思います、こっちのヘッドホンの方は。で、長時間つけてても疲れないっていうし、まあ、なおかつこんなの例えば僕はなんか圧倒的に似合わなかったけど、これスタバで恋人してたらかっこいいじゃないですか。スタバで恋人してやってたらかっこいいんじゃないかなと思いました。なんで、でもマジで似合わんな。何がこんなに似合わないんだろう。もっとヘッドホン似合う人間に呼ばれたかった。え、なんでこんなに似合わないの。あ、これヘッドホンが小さいのかな、顔に比べて。ショックだな。俺もっとヘッドホンすげえ似合う人間だと思ってたから。こっちかな。いや、こっちももうわけわかんないしね。ヘッドホン似合わないんだ。わかった。ちょっとこれあれにしよう、サムネにしよう。めっちゃ変だもん。これエリカに送ろうこれエリカに送ろう。よし、エリカに送ったところで今日の動画はここまでです。とにかくこのヘッドホンは普通に日常的に使うにはそんなにぶっちゃけた話おすすめはしません。ただ動画編集とかそういう時にはすごいいいと思います。こうやって喋ってる声でさえもうね、あの、わわわわって聞こえるぐらいの感じだから、これをつけながら普通に歩いたりとかチャリこいだりとかしたら、車運転したりとかしたら危ないと思いますので、周りにはそういう危険なものがない時に使いましょう。よし、今日の動画は以上です。ありがとうございます。